チャオ、あっちゃんです。今日は寝る前、絵本の読み聞かせ、絵本じゃないけどね、イタリアの昔話読み聞かせ、動画したいと思います。はい、今日はね、武家のティーノのと鬼っていう話をしたいと思います。はい、昔あるところに武家の、武家ティーノという男の子がいました。武家ティーノは毎朝お母さんの手伝いをして家の掃除をしていました。ある朝のこと、武家ティーノがいつものようにほうきで床を掃いていると、銅貨が2枚見つかりました。お母さん、こんなところにお金があったよとブケッティーノが言うと、お母さんはそのお金をブケッティーノにくれました。ブケッティーノは考えました。これで何を買おうかな。リンゴがいいかな。だけどリンゴは皮と芯を捨てなくちゃならない。梨はどうかな。梨もやっぱり皮と芯を捨てなきゃならない。そうだ、イチジクにしよう。イチジクならあんまり捨てるところがないもん。そこでブケッティーノは銅貨2枚でイチジクを買いました。イチジクは紙袋にいっぱいありました。ブケッティーノは窓のそばでイチジクを食べ始めましたが、そのうちうっかりして窓の外に一つ落としてしまいました。お母さん、イチジクが一つ窓の外に落ちちゃった。僕拾ってくるよ。地面に落ちたものは汚いでしょ。それより今夜は早くベッドに入って、明日の朝早く起きてごらん。もしかして芽が出てるかもしれないよとお母さんは言いました。そこでブケッティーノは言われた通り早く寝ました。次の朝、ブケッティーノが目を覚まして窓の外を見ると、まあ本当にイチジクの木が生えていたのです。するとお母さんが言いました。それじゃ今夜も早く寝て、明日の朝もう一度見てごらん。もっと大きくなってるかもしれないから。ブケッティーノは言われた通りその晩も早く寝ました。そしてあくる朝見てみると、イチジクの木は本当に大きくなっていたのです。それに実もなっていました。これで実がまた、それでも実はまだ硬くて食べられませんでした。するとお母さんが言いました。今夜も早く寝てごらん。明日の朝はきっと食べ頃になってるよ。ブケッティーノはまた言われた通り早く寝ました。次の朝起きて見てみると、イチジクは本当にちょうどよく熟してました。お母さん、イチジクがみんな熟してるよ。よかったね。それじゃ食べていいよ。ブケッティーノは木に登ってイチジクを食べ始めました。さて、ブケッティーノが木の上でイチジクをパク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 食べていると、そこに人食い鬼が通りかかりました。人食い鬼はいつだって子供を探しているのです。おい、ブケッティーノ、そんなところ何してるんだいと人食い鬼が聞きました。イチジクを食べてるのさとブケッティーノが答えると、鬼が言いました。俺にも一つくれよ。そこでブケッティーノは一つ投げてやりました。でもイチジクは地面に落ちてしまいました。投げたりするなよ。地面に落ちたら汚いじゃないか。ちゃんと手で渡してくれよと鬼は文句を言いました。でもブケッティーノは用心して言いました。手で渡したら僕を捕まえるもの。そんなことしないさ。手でちゃんと渡してくれよ。何度も鬼に言われて、ブケッティーノは後を手を伸ばしてイチジクを一つ鬼に渡してしまいました。鬼はすかさずブケッティーノの手をつかんで袋の中に放り込みました。そして肩に担ぐと家に向かって歩き出しました。ところが途中まで来ると
鬼の袋は、鬼は袋を下ろして言いました。おい、ブケティーノ、俺はちょっと用足しに行ってくるから、待ってろよ。いいよ。だけど臭いのは嫌だから、ずっと遠くまで行ってやってきておくれ。と、ブケティーノは袋の中から言いました。鬼は、ちょっと行って、声をかけました。この辺でいいか？すると、ブケティーノは言いました。もっと遠くの方がいいよ。丘の向こう側まで行っとくれ。鬼は仕方なく丘の向こう側まで行きました。その間にブケッティーノはポケットからナイフを出し、袋の口を切り開き、外に抜け出しました。そして自分の代わりに石を詰め込むと逃げ出しました。鬼は戻ってくるとまた袋を担ぎ、ブケッティーノ、お前はなんて重たいんだ。さっきもこんな重かったかな。鬼はブツブツ言いながら歩き出しました。やがて家が見えるところまで来ると、鬼は大きな声でおかみさんを呼びました。おーい、カテリンチャーナー。大釜に呼ばかせ、ブケッティーノを捕まえてきたぞ。それを聞いたおかみさんは大釜に水を一杯入れました。そしてどんどん薪をくべ、ぐらぐらお湯を沸かしました。鬼は家に着くと、早速袋の中身を煮立ったお湯の中に放り込みました。ところが、袋から飛び出したのは、ブケッティーノではなく、たくさんの石ころでしたから、大釜のお湯があたりにバッと飛び散りました。よくも騙したな、ブケッティーノ。どこへ行った？見つけ出して、今度こそ釜ゆでにしてくれる。おい、カテリンチャーナー、もういっぺん湯を沸かしておけ。鬼はブケッティーノを探しに外に飛び出して行きました。その留守に、おかみさんはもう一度大釜にお湯を沸かしました。そしてお湯の具合を見ようと、大釜の上にかがみ込んだところへ、ブケッティーノが入ってきました。ブケッティーノは、おかみさんの足をつかんで、大釜の中に突き落としました。それから急いで針の上に登って、鬼が戻ってくるのを待ちました。鬼はどこを探してもブケッティーノが見つからないので、家に戻ってきました。そして大釜を覗き込むと、お？カテリンチャーナー、うまくやったな。どれ、味見してみるか。と言ってよく煮えた肉をつまみ出して食べ始めました。それを見てブケッティーノが針の上から言いました。いやーいやーい、お前が食べてるのは誰の肉だ？鬼はハッとして上を見上げました。そしてそこにいるはずのブケッティーノだって、そこにいるのがブケッティーノだと分かると、火のように怒ってうなりました。なに？これは神さんの肉だと？畜生、今度こそ捕まえてやる。おい、どうやってそこへ登ったんだ？教えろ。そこでブケッティーノは言いました。家のお皿を積み上げて登ったのさ。鬼は言われた通り家中のお皿を積み上げました。けれども鬼は登り始めるとお皿は崩れ、ガチャンガチャガチャガチャンガチャンと割れました。ブケッティーノ、本当のことを教えてくれ。どうやって登ったんだ？家中のコップを積み上げて登ったのさ。鬼はまた家中のコップを積み上げました。でも途中まで登るとやっぱりコップは崩れて割れてしまいました。ブケッティーノ、頼むから本当のことを教えてくれ。どうやって登ったんだ？鬼はもう一度針の上を見上げて聞きました。そこでブケッティーノは言いました。家中のお鍋を積み上げて登ったのさ。バカな鬼はまたその通りにしました。お鍋は簡単には崩れませんでした。でももう少しでブケッティーノに手が届くという時にやっぱりガラガラガシャーンと崩れてしまいました。あんまり高いところから落ちたので鬼は頭を打ってとうとう死んでしまいました。おかげでブケッティーノは安心してイチジクを食べられるようになったのです。おしまい。なんかね、よくわかんないお話ですね。はい、でもまあね、うん、
昔話にもこういうねお話があったりね、鬼が出てきたりね、うん、ちょっとね悪知恵を働かして、うん、悪者を撃退するとかね、こういうのね、あの日本だけじゃなくね、イタリアにも昔話としてこういうのがあるんやねって、うん、じゃあ思いました、はい。